結局、頭皮不正流用の真犯人が倉本の親父だってこと、週刊誌にスクープされてね。親父はこのまま政界引退だろう。もう時効なんで警察沙汰にはならないが、道義的責任があるからな。孫の弁蔵君も離党届を出したそうだ。松下が掛け合ったか、それとも党の罪滅ぼしのつもりか、あとは私の実力が試されるばかりだね。虎之助、まだ始めないのかよ。演説を催促されるなんてな。私が真犯人を知りながらその公表を求めなかったくだりも記事にされていてね。20年無実の罪によく耐えたと応援してくれる人が急増しているらしい。そんなつもりはなかったのに。ああ、出現しないよう気をつける。20年間いろいろ苦しい思いをしたが、今度の選挙で清算できそうだよ。お、こんな時間か。そろそろ始めよう。君のお手伝いだが、今回で終わりにしよう、怪盗君。それについてあれこれ言うつもりはない。私の推測の息を出しない話でもあるからね。それを前提に聞いてもらえるのなら、今は仕事に集中したまえ。そういう時期だ。教え残したことも思い当たらない。君はもう演説の達人だよ。こんな男を応援してくれるのだからと演説術は親身に教えてきた。だがいつしか君は私の信念を支えてくれる存在になっていた。この数ヶ月の危機を越えられたのも君の助けがあればこそだ。私は政治の王道を目指す。別の道を行く君のことを思いながらだ。だがもし君がその道で困ることがあれば、いつでも力になろう。世の中を正そうとする同志として。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ汝、太陽の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。君ならきっとやり遂げられる。今までありがとう。よし、始めるぞ。お、吉田の演説が始まるぞ。私これ見るためにデート切り上げてきたんだから。皆さんにはやりたいがあるでしょうか。私はある若者に出会いました。彼は私と違う方法ながら世界を正そうとしていました。それは途方もなく大きな山です。私は彼と歩くことはできませんでした。ですがさよならは言いません。頂上で会うはずだから。彼はやりたいことを必死でやっています。皆さん、やりたいを見つけてください。私が支えます。それが
私のやりたいことです。いいぞ虎之助。期待してるわよ。